それではまたゼルダの伝説をプレイしたいと思います。とりあえず前は眺望台から飛んできて適当なところに飛んで、あれですね、あ、次の眺望台狙いたいと思いますね。見えるところなんでこのまま進んでいけば。見すぎましたね。こうなりました。祠がありますね。ちょっとついでにやっていきますか。用語この祠、正気の回復、正気によってハートを失った治療に出るかって。力の伝達、これを使うんですね多分。これをこれはなんか前あれですね、行きました。なんか壊れそうでしたっけ。もう盾が壊れそうですね。またなんか落ちてますね。これを、あ、これあれ前やりました、似てるの。これも使えと。でなんかぶつかるんですよ。おお、これで あれじゃないですか。
ともう一個いるのかな、下。あっちから。空っぽありましたけど、スルーして。四角の光をゲットしました。あ、4つになりました。これで頑張り強化できますね、後で。あら、雨降ってしまいますね。なんかあります。登りやすそうです。あっ、上にもなんか浮いてますね。スビレンツか。雨降ってるから滑るのか、もともと滑るのかわかんないですね。
強いですね。死んじゃいました。とりあえず強いんでする人いますか。電気系なんですか、この辺って。あ、これはまずい。普通に落ちちゃいました。見失っちゃいました。とりあえずあの祠ですか。
普通めのほら。崖を登ってるときに下と手前杭の導き。いろいろ回ってますか。あ、なんかあそこに入れるんですかね。ああ、杭つけて登ればいいって話なんですよ。素で落ちちゃいました。1個で済むならまだいいですよね。届かなかった。グラッドボイスね、付け方がむちゃくちゃですけど。ふっふっ、
届かないですね。事故いましたね、完全に。あれですかね、こっちにもなんか速さがある。ああ、そうか。板を伸ばす。板を。延長する。
あれ、ぶつかるんですか。届かないっす。これでいけるんじゃないですか。力技ですね。あ、そこ今度あれか。ピンを刺せる。いる。
済んだんですか、もし。これでいいんじゃないですかね。あ、ダメか。あれ？どうやって戻るかって話ですか。なんとかクリアしてました。でも成功法じゃないような気がしますけど、まあ、全回復しましたね。頑張りゲージ。村ですかね、これ。はっ、あ、名言外れの馬宿。はい、楽天とかなんかよくお越しくださいました。よくそこは平原外れの馬宿です。いつも馬宿のご利用ありがとうございます。今日馬宿のご利用初めてなので馬宿ポイントポイントお渡しします。それでは改めていつもお願いしちゃいませ。馬の登録連れ出し何でもお伺いします。これは何でしょうか。何でも歴史を紐解く大発見があったとかで監視当時で調査員を募集しているそうですよ。まあ私には縁遠い話ですかね。はい、少々お待ちください。
前田ポイントのことで、こちらがポイントの特典、馬宿、馬神様の木になります。馬神のマロンデザインされたパーセルの木として使えそうな丈夫なの。ああ。ハテール町にあるハテナ、ハテの村の天職屋さんが布を使った新しいサービス始めたようですよ。ハテの村に立ち寄る機会がありましたら、ぜひその木をご活用くださいませ。あと1ポイントお貯めいただければ。前髪のマーロンさんの信託を得られる評判のマーロンベッドが解禁ですよ。今後とも間をご平気にお願いいたしますよ。なんか落ちてました。はい、いらっしゃいませ。雨が降ったら前田、これで常識ですよ。こちらは大妖精シーザー様のお膝元、平原外れの前田でございますよ。お前のご利用でしたら表カウンターから、お前のカードでしたら内カウンターからお願いしますね。ヤウ様のご加護を受けた旅人は幸運を授かるなんて話がありましてね。あちらにいらっしゃるのが見えますか。シーザー様は船の音色が好きなようでね、笛吹きのフェイちゃんの演奏の時は時々泉から顔を出されてたんですけどね、残念ながら天変地異の時にお姿を隠されてからずっとあのままなんですよ。なんとかして楽団の人たちを大王星の様のおそばに連れて行けばね。ああ申し訳ありません、変な話までしちゃいまして、ごゆっくりなさってくださいな。切れない気がする。はい、あ、困ったな。まさかお友達と離れちゃうなんて。のろしは下手待っているみたいだから急いで追いつきたいんだけど、もう疲れちゃって全然動けなくてね。俺は厳しいですね。とりあえずまた今度は。これは鳥じゃないですか。鳥肉。要は相棒、お前も聞き取りかい。この悪天候の中精が出るじゃないか。新米だと思ったが、汽車魂やプロ並みだな。俺は、もうはこちらのジェントリーマンからいろいろ聞いてたところだ。あなたも資産なのか。いや、ちょっと不思議な体験をしてもしましてね。この先に遺跡が刺さったサンサロのあたりで女性に払いかけられたんです。あの方が危ない。命を狙っているので、あの方の身分は貸せないけど助けてほしいって。待ってそうだったので、その女性は後についていったのですが、どんなに頑張っても追いつけなくて、結局途中で見失ってそれっきりだったんです。なあ、イボ、あの女性のあの方ってのは引っかからないか。身分は貸せないってことはおそらく高貴なってなんだろうし、その上に誰かに命を狙われてるなんて。俺たちが追っているあの方が頭にちらつくんだよな。俺はひょっとするとひょっとするかもな。もうさえずりついばんでみる価値はありそうだな。そういえばあの女性、僕の髪をじろじろ見たけど、あれ何だったんだろう。でな思うんだ。エピソードチャレンジ。
まあ、とりあえず眺望台はあれですかね。すごいなりますね。あれ？敵ですか？もしかして。はっ。これが大妖精ですか？あれが眺望台ですか。遠いですかね。あ、なんかいます、ね。大事ですね。ああ、死んじゃいました。どこだ。はっ。あれに向かおうとして、あれ、ここどこだ。まあいいか。あそこにいるんですね。
危ないし、死にそうですもん、いきなり。強いです。結構ってすごい強いかな。倒せました。あ、いけたんじゃないですか。素材集めれましたからね。キバ。とりあえずなんかあれですかね。砂漠地帯は寒暖差が激しい過酷な環境、死の大地、いや砂漠こそ命
命の息吹が芽生えるところ、自分の力を最大限に引き出すパワースポットだ。暑さにもばえもだえる炎天下の砂漠が火炎の実を使った料理を口にした途端、私の力はフランベのごとく一気に燃え上がり、以前苦戦していた魔物を簡単に倒すことができた。しかし喜んだのもつかむが、今度は私が暑さに耐えきれず倒れてしまった。火炎の実では力を増しても暑さは防いでくれなかったようだ。力と魔織、どっちのペアリングも捨てがたい。過酷な環境を食で切り抜ける男、私は食の魔術師ラッターム。にそっくりなプルプルした塊に常に熱を発光してて、叩くと破裂して熱炎を発する。隠れちゃいます。この風車も出た。お、やっぱりコログですか。お、見つけちゃった。コログなんだ。なんか使えるんですか。とりあえずこの上があれかな、帳簿で見えるかな。休めそうですね。方向だけ。よっ。
まあ、地味ですね、この登っていくのも。でもある程度やっぱ眺望台を開けてた方が地図が開くんで効率がいいような気がするんですよね。いらないですか？木の棒で。新鮮で上質な動物の肉、なかなか手に入るものではないが、料理に使うと高いハート効果がある。うん、狼は上獣肉を落とすんですか。ゼリーエレキシにそっくりのプルプルした塊、しびれほどではないが常にピリピリしている。叩くと破裂して周りに電気を発生させる。弾かれちゃいました。お、なんか竜いますね。なんかやばいね。眺望台ですよ。これいけるかな。登れんぞ。はい、行けます？行けない。
あそこですね。高いですね。頂台も高いですよ。高台にあるんですよ。ダメージ受けてしまう。ひんやりとかなんか。でもまあ、なんとかなりますきっと。グルゲルドキャニオン眺望台。今日の方がすんなり行きました。処理です。全部食べちゃいましたね。
ダメージ食らってます。どうすればいいのかな。普通にあれですよね。洞窟の場所教えてくれたんですか。ちょうど言っても ダメですからね。どうしたもんだ。見つけ大臣だ。
気球ですか。燃えちゃいました。でちょっと回復。時間をかけて大きく育ったハンマー状の角、武器につけると攻撃力がかなり上がる。虫と一緒に濁れば薬の材料にもなる。ホラブリの木、ホラブリから取れる珍しい素材。苦味が強すぎて優位に使うのも難しいが、虫と一緒に煮込むことでこう強い効果を持つ。できないのか。長い間生きたハイラルバスと言われる。生命力が非常に強く、長期サブレと頑張りゲージが一気に回復する。
ラカクダリトの祠。光が差し示す水晶を祠へ捧げん。そうすれば何時に邪を払う光を与えん。ダメージ受けすぎですね、ちょっと。これ一旦別のとこ行った方がいいですね。あ、ワープできるからいいか、ここで。頑張り家事ですかね。気悪いですね。
この頂戴から他のとこ行けないですかね。だとダメだからちょっと右か左かですね。あー、あそこでいいですね。入られちゃったの。金属つけてないから大丈夫だと思うんですよね。溺れる可能性もある。結構遠いですね。ダメですね。一旦こっち行けばいいのかな。Thank you.
これいらないか。骨ボコヤ、化石の穴をつかまれて合わせて強化されたボコヤ、ボコブリなりの厳選した素材で作られているらしく、なかなかの射程性能を持つ。これはいいですね。あ、これさんの設定ですね。とりあえず制圧できたんですよね。動物の骨をくくりつけて強化されたボコや、乱暴な作りであるが軽くて扱いやすく、耐久性が増しており射撃の威力も上がった。これも強いんですね。
黄金のリンゴじゃないですか。あそこに祠があります。なんか書いてる。あ、錆びた。錆びたのはあんまりあれですよ。鳥ぼっくりの盾、少し硬い木で作られたぼっくりの盾、木の板に動物の骨をくりつけて挙動を増してある。これより落ちるですよ。丈夫な木の方がいいです。これ今怒らなかったっすっけ。お、また黄金のリンゴじゃないですか。よっ、どこした。黄金のリンゴが下落ちちゃった。骨があったりとかすごいところですね。深く強く。
こくすればいい。なんか見つけるとかさ、さっきの板持ってるんですかね。ずらさぎね、弾をぶつける。
弾が変なとこ行っちゃった。これぐらいサクサクするにいければいいんですけどね、本当に。目指してですかね。強いからスルーですか。とりあえず骨ですね。見失う、近く行くとちょっと逆に分かんなくなっていますからね。またすごい高いところにありますね、あれ。
角、薄く取り澄まされたナイフ状の角、武器につけると攻撃力を上げることができる。また虫と肉目は薬の材料になる。焼きバスパッド。大きな木から切り落とした棒、それほど頑丈さはないが先端が重いので振り回せば例えば針で飛ばすことができる。なんてもつけてるんですか。すごい変な、すごい光ってます。この時ゾーラですと。ゾーラがいるんですかね。だいぶ落ちちゃいました。あ、逆ですか、もしかして。
とずれてました。よっ、ちょっと、これはいけないですか。体に悪そうな。寝てんの。トラの大地中腹の動物。そこにも魔法使います。とりあえず今する。よっ、なんか階段状になってますね。よっ、はっ、うん、すぐ登れすんとこないんで、よっ、ほっ、こっち自体に登って、飛んでるから。はい。寝てないです。着実に上には登ってるから。ああ、違うあれか。なんか板がありました。なんか。はっ。この人。あ、これで。これでも足りないんですか。でも使うとかですかね。開けました。でもなんか緑になりました。
これだいぶ近づいたんじゃないですかね。スライムですね。やっています。消防台の音が聞こえてきたんで、もう間近ですね。よっ、はっ、はっ、助けてほしい。ゾラ、いきなりヘズロが降ってきて、うっぷ、水さえあれば洗い流せるのに、泥にまみれて。投げればいいんですか。ゾラ、ありがとう。ゾーラの里の兵隊長で私がこんなとこで払うとは情けない。あの天変地異だと、このベトベトが急に外からか降り始めて、ゾーラの里やこの辺りの水も流れてしまって、みんな困り果ててるゾラ。だから私は周辺の調査に出たんだけど、降ってきたヘドロが直撃するなんて言う。思い出していた鱗が逆立つゾラ。エラもまだ気持ち悪い。水をかけてもらわなきゃ、私もどうなっていたことか。こんなものしか持ちないけど、お礼にこのゾーラの槍を受け取ってほしいゾラ。これはもう他の武器と同じく天平地の時に朽ちてしまったけど使えなくはないゾラよ。あれ、いっぱい武器持ってるゾラね。また湯を作ってもらうゾーラの槍をお渡しするゾラ。これいっか。ゾーラの槍、刀身が朽ちてしまったゾーラの槍、水に強い特殊な金属でできており、濡れると高い攻撃力を発揮する。すごいですね。ヘドロに守れてクリア。ってことはこっちも、負けました。なんかいっぱいヘドロなのかあれ。弾が浮かんでますね。you
これがあれですよね。これもあります。ゾーラの外行きましたね。水力発電所、水力発電か。すぐにしなきゃダメだ。あれを置けばいいのかな。
まだあれ落ちてるのか。あ、空なのこれ。これが電気なのかな。時間制限なんですね。
ましたね。そういうの、ゴロンの方も行った方がいいですよね。ゴロンシティ、こっからの障害っていうのはあっちに行きたいですね。どっちに行くの悩ましいです。切り立った崖にも咲く専門役いたかな花、夜に使ったたかれた地を競争に移動速度が上がる効果を得られる。
うん、山に登っても多分何もないんですけど、見渡しがいいから目印つけます。とりあえずあそこですよね。ここら行って。気が合いそうなんでちょっと避けつつですね。今度はなんか切る。すごい世界だな、本当に。これ街ですかね、もしかして。街ですね。ここはゴロンですかね。ゴロンしていきました。もう結構な街ですね。でそこらに行ってですね、複雑です。走破する。Let's go.
ああ、そっか。これを使えるんですね。Huts!
っちにつけなきゃいけないけど。操作が難しいですね。
どうですか。商談あ、これでいけた。時間かかりましたね。結構シビアでしたね、つけました。進めろってことなんかありました。とりあえず宝物ですか。
大していらないやつでした。まあ、そこにつくんですか。いいんだか、まあ、作んなくてもよかったです。
装備の補給、神殿を攻略するときに装備が足りなかったら町へ戻るという補給が攻略中の神殿にワープして戻ることができる。とりあえず力をアップしてかな。でもどっかにありますよね。みたいな感じになってますね、あれね。人の顔です。ゴロンの顔って。なんか来る頃ブルド親方におかたれるから開けてはいるけど、アルチもそんなに締め寝て締めちゃって毎日美味しい岩に囲まれて過ごしたいから買い取って。うん、宝石系売っちゃいますかね。あれです。あんまりお金ないですね。全部売っても大して、料理できそうですね。焼肉のキノコですごい、あれ大成功なのかな。あ、大成功で倍になったんですね。
ぱすごいですね。これ何ですかね。あ、電気工事が。サファイアを売ってますね。これ入り口ですよね。いないのかな、あの仏様というか。ハリア人と出会うなんて思ってみませんでしたよ。今はゴロンたちの様子がおかしくてここまで来るだけでも一苦労でしたからね。しかも話しかけても会話にならない者たちばかりで、せっかくユアトロ経由に入るためのゴロンシティまで来たのにな。ユアトロ経由、ユアトロ経由と言えば、すいません、行き込んでみましたが、知ってるのはユアトロ経由という人がゴロンシティの近くにあるということで、どこにあるかわからないんです。でも知ると知る知る人というものを探すことから楽しみと思うんです。温泉には温泉通が集まるものでして、まだ目星温泉地を回ってみるつもりです。そうなるとやっぱりゴロン温泉かな。あと地図で調べてみようか。今届き。ミニチャレンジか。試練を乗り越え、祝福の光を授かりしまう。頑張りの手を、では望みの力を与えましょう。一生はしないんですね。では行きなさい、世界の安寧を。とりあえずも今日はこれでいいですかね。ご視聴ありがとうございました。